指定の森ミュージアムは、宮城県仙台市大白区の長町副都心に位置する歴史博物館。正式名称は仙台市富沢遺跡保存館。富沢遺跡の遺構や遺物を展示、公開している。1988年に行われた仙台市南部の富沢遺跡内の仙台市立長町南小学校建設予定地における予備調査である。 富沢遺跡第30次発掘調査において2万年前の森林の跡及び旧石器人のキャンプ跡が発見された。これは人類と自然の関係が遺跡となっている世界的にも貴重な発見であったために小学校の建設地は変更され遺跡の保存・公開を検討されることとなった。翌年には基本構想策定委員会が設けられ、 生涯学習活動を基本方針の1996年11月2日に来館者スペースの80%を遺跡の公開、展示のためのスペースが占めている遺跡博物館としての性格を持った地底の森ミュージアムが開館した。総合博物館ではなく遺跡保存館となった点に、 当初の構想からの変更がなされているが、博物館の基本的な性格として、生涯学習活動の積極的な推進が盛り込まれる点などに、基本構想からの継承が見られる。屋内展示施設氷河期の森敷地面積は14,263平方メートルで、樹木跡や滝木跡、化石などを展示する屋内展示施設と氷河期の植生を再現した。 屋外展示施設の氷河期の森からなっている。建物面積1,196平方メートル、延べ床面積2,743平方メートルで、地上1階、地下1階の鉄骨鉄筋コンクリート作りの建造物。施設内で遺跡を発掘された状態で展示するために、地下階に床を設置しない一方で、遺跡に地下水が侵入することを防ぐために、 厚さ8 0センチメートルの外壁を地下2 0メートルの深さまで築くなど特殊な建築土木工法が用いられている。遺跡の保存のために無色、無臭でカビなどの発生を防止する保存処理剤として樹木用と土壌用で分子構造式が異なる2種類のポリシロキサンが使用されている。発見された森林跡をもとに2万年前の表記の植生が分析され、 指定の森ミュージアムの敷地内に再現されている。ありがとうございます。